滝沢邸にて滝沢殿もは骨太のがっしりした体つきで額が高く眉が濃く顎が強く張っていた年はもう60に近いがたっぷりある髪の毛も黒いし肌もツヤツヤとしている口の聞き方は静かで重々しいが声に奏者のような力がこもっていた 私はもう笑うではありません。四年前に元服して、兵部友則と名乗っています。私は滝沢兵部です。酔っているのか、と殿が言った。酒は飲みましたが、酔ってはいません。どこで飲んだ誰と飲んだ兵部は唇をきっと引き締めた。彼も二十歳になったのだが、 淡麗な顔立ちは少年の頃と変わりがない。かえって色の白さや、火出た目鼻のあたりに、少年時代にはなかった力感とみずみずしさが現れていた。誰と、どこで飲んだと兵部は、含み声で父の口真似をし、唇を歪めた。女はいたかいないか、不死だらなことはしなかったかどうか、 飲んだのはなぜかいつもそうだ父上はいつもそうだった父上には私はまだ荒尾でしかないんです世間の目にも私は滝沢荒尾でしかないんですお前は酔っている殿は不快そうに濃い眉をしかめた言いたいことがあるなら酔いが覚めてからにしろいや今聞いていただきます 酔うほど飲んんではいません父上に向かって物が言える程度まで飲んできたんです。何が言いたいんだ私を滝沢兵部という一人の侍にしていただきたいんです。と兵部は言った。世間の目が未だに私を荒としか見ないのは私が一人の侍ではなくて特別な人間だからです。父上は私を 特別な人間としてお育てになった。滝沢家は三代続いて城代画廊を務めてきましたが、父上はさらに私を四代目の城代画廊に据えようとお考えになった。そうではありませんか。言いたいだけ言え。四人の兄や姉たちが早く死んだ後に私だけが残った。 と胸部は続けた幼な心にも私は大事にされると思いました4人も死んだ後の一人っ子だからもっと甘やかされ大事にされるだろうと思ったのですしかしそうではなかった大事にされるどころか父上はまるで4人の分まで背負わせるように厳しく容赦なく私をしつけられた お前は滝沢家のたった一人の跡取りだ。他の子供たちとは違うぞと言って。泣き言は聞きたくない。と低く鋭い声で殿もは遮って。侍の子が厳しく育てられるのは当然すぎることだ。待ってください。今度は兵部が父の言葉を遮って。侍の子としてですか そうではない。四代目の上代画廊としてでしょう。だからこそ、邸内に学問所を建て、道場を建て、襟抜きの学友を決め、第一級の教官師範を招いて、思い通りに私をしつけられた。お前は嫌だということもできたんだぞ。そうかもしれません。けれど、と兵部は神べを垂れた。 けれども、落とし穴を知らない者は、落ちてからでなければ、そこに落とし穴があることには気がつかないでしょう。私は初めから父上のお考え通りに育ち、他にどんな生活があるか知らなかったのです。私には嫌も王もなかった。学問も武芸も遊び方さえも、父上のご思案に従う他はなかった。そして今でも、 それが続いているんです。ここにいる私は私自身ではない。父上の意志が形になってあるだけです。私は学問でも武芸でも、渦中で誰にも引けを取らない自信があります。けれども人はそうは見ません。父上の力としつけ方に簡単するだけです。世間の声を聞いてご覧ください。 人が私を評するときには必ず次の上代画廊も滝沢様だなというだけですから」と彼は言った「当然なことだ」と殿は無感動に言った「それがお前には不服なのか父上はいかがですか父上もおじい様からこういうしつけ方をされましたか胸部の目が潤みを帯びて、 襟抜きの学友をあてがわれ、丁内に学問所や道場を建てられ、第一級の教官や師範をつけられましたか。殿のも目に怒りが現れた。だが、口では何も言わず、怒りの眼差しで胸部の顔を眠つけた。私は二十歳になるが、まだ婚約者もなく、お役にもつけないし、酒も自由に飲むことができない。 と表部はのど声で続けてかつて学友だったものの大半はもうお役にもつき結婚もしています彼らに限らず私と同じ年配の侍たちは川端町で自由に遊び時には忍び姿で白壁町へ通うものさえあります山内の長男には妻があるのに川端町へ女を囲っているそうではありませんか もうよせ。俺はそんな汚らわしい話は聞きたくはない。とのもはそっぽを向き、すぐに驚かされでもしたように振り向いて兵部を見て。川端町とか白壁町とか、お前、そんなところを知っているのか。兵部は弱々しく首を振って。知りません。 どこにそんな町があるかさえも知りません。人の話を聞いただけです。よし、忘れてしまえ、と殿もは言った。俺は、お前の将来を思って教育した。俺のためではない、お前のためにだ。つまらぬ役についたり、資格の揃わぬ女をめとったり、ギューリの酒に溺れたりするのは、 あってもなくてもいい人間のすることだ。お前には責任の重い将来がある。あってもなくてもいい人間たちとは違うのだ。今お前は酔っている。酔いが覚めればわかるだろう。今夜はもう寝るがいい。明日また改めて話すとしよう。と、殿もはなだめるように言った。兵部はまだ言い足りなそうだった。 何か肝心なことを言い残した、とでも言う様子で父の顔を見たり自分の膝を見たりしていたがやがて諦めたようにお辞儀をし「お休みください」と言って力なく立ち上がった、はい、明くる朝早くまだ広い庭に朝もやが漂っている頃兵部は一人道場で墓剣を振っていた。 白い肌着に稽古ばかまを履き、肌着の片袖を脱いで喉を裂くように絶叫しては打ち込み、さっと後ろへ飛びのいては、また床板を踏み鳴らして打ち込んだ。それは一人で勃券を振るのではなく、まるで向こうにあだがたきがいて、それを打ち倒そうとでもしているように見えた。木戸からそっと、 殿もが道場へ入ってき、隅のところに立ってじっとその様子を眺めていた。つんざくような掛け声や、踏み込んでゆく力強い足の下で鳴る床板の音や、昇進から内を入れ、横に払い、返してけさがけに振り下ろす木堅の風を切る音などを聞きながら、殿もの唇には、 あるかなきかの微笑みが浮かんだ殿もは入ってきた時のようにそっと道場から出て行った七の一モンドノが下城して屋敷へ帰ろうとする途中大手筋から冠町へ曲がるところで安倍の母に呼び止められた梅雨も明けた六月中旬の空は 午後五時過ぎだというのにまだ明るく、痩せた小柄な母の姿が、その明るさのため、一層みすぼらしく、年老いて哀れに見えた。門戸の将は反射的にあたりを見回し、手までで母に知らせてから、屋敷町の裏通りへ誘っていった。困っているんです、と母は、前置きなしにしゃがれ声でいい。 乾いた咳をしてお父様がすっかり弱ってしまって隠居をしたいと言い出すし小四郎はぐれたようになってよくない友達と遊び歩いているし小四郎はまだ元服しないんですか形だけはしましたけれどねそれでまだ小四郎なんですかお父様が 後を継がせるときに襲名させるとおっしゃるし、あれも名前なんか変えたってしようがないと言って、右側は武家屋敷で、ずっと長い塀が続いている。左側は堀で、堀の向こうは日よけの空き地を隔てて町人町になっていた。その裏道は狭く、三十軒ほど行くと山内邸の土塀で行き止まりになるから、 ほとんど人の通ることはなかった。モンドのシは立ち止まって母の方は見ずにそれでどうしろと言うんですかと反問した。一度小四郎に会ってと母は咳を抑えながら言った。あなたから意見をしてやってもらいたいんです。父さんは隠居したいんですって 母はうなずいて体がすっかり弱ってしまってね組頭の役がつらそうなんです今度殿様がご帰国遊ばしてからお父様は一日も休みなし組下の方たちは3分の1ずつ交代で休めるけれど組頭は休めないんです父さんは確か四十三か四でしたね 四十五になりました。働き盛りじゃありませんか。モンドノショは言った。何か病気でもあるんですか。病気ということもないようだけれど、何しろお役目がきついし、ずっと働き同士に働いていらっしゃったんですから。それは父に限ったことではない。役目を持って奉公をすれば、 働くのが当然のことだし、四十五歳という壮年に過重なほど、勝ち組頭がきつい務めであるわけはない。モンドノショはそう思ったが、口に出しては言わなかった。小四郎がグレたと言われますが、彼も十八歳になったのでしょう。半ばは子供、半ばは大人になるところですから、大概なものが、 一時はそんなふうになるんじゃありませんかそうだといいのだけれど、母は門戸のノの横顔を見上げた。この頃はお酒も飲むし、夜も帰らないことがあるし、侍は嫌だから町人になるんだ、なんて言い出したりしましてね。そんなことを父さんは黙って聞いているんですか お父様の前では神妙なんです。酔って帰った時一度、大層をお怒りになって、切ってしまうなどと脅されましたら、その晩から高い熱が出て、三日三晩、怖い怖いと上ごとの言い続けでした。あの狭い部屋が、モンドノショウの記憶によみがえった。ひび割れの入った壁。すすけた障子や襖、ま、 雨漏りでまだらになった天井。そして、あのじとじとする古畳。小四郎がそこへ、薄い布団にくるまって寝てい,い、い父と母とがその枕元にため息をつきながら座っている。小四郎は、幼い頃からひ弱だった。体も弱かったし、気も弱かった。その上両親は、 門戸の章だけを跡取りだからといって大事にし小四郎は後ろへ押しやられていたそれが今度は自分が跡取りになりおそらく両親から大事にされるようになったのだろういつも兄の後ろへ押しやられていた小四郎には新しい自分の位置が得意でもあり急に責任を負わされたことが不安でもあるに相違ない。 ひ弱なことしていたわられてきた反動で、その二つの感情の処理ができなくなっているのだ。と、モンドノショは思った。それからお父様も懲りたのでしょう。強い小言は決しておっしゃいません。と、母は一人ごとのように続けていた。小四郎も避けているようですし、お父様の方でも、 うを避けているようです。中に入った私にもどうしていいかわからないのです。母は細い頼りなげな戸息をついた。あなたが出ていらしたあとはうちの中に大きな穴でも開いたようでお父様も私も小四郎までがポカンとしてしばらくはみんな何も手につかないような日を過ごしました。 父さんは私に、婿に行けとさえ進めておられましたがね。あなたもお忙しいでしょうけれど、母は話をそらした。一度うちへ来て、小四郎に意見をしてやってくださいませんか。暇を見て伺いましょう。彼はやはり母の方を見ずに行った。 私の意見など役には立たぬでしょうが、借りたい書物があるので近いうちに参ります。今何度の蔵書はどうなっていますか去年の秋には小出先生がいらして、風入れをしてくださいました。そうですか。モンドは空を見上げた。先生はまだ時々いらっしゃるんですね。 ええ時々ね。と母は答えていった。いらっしゃると、一日中何度にこもって、熱心に筆記をなさっているようです。うちではお父様も小四郎も書物なんか邪魔者扱いで、いまだに覗いてみようともしません。あなたは書物がお好きで大事になさるし、曲がり町のお屋敷も広いようだから、 いっそあなたに引き取っていただこうかとも思っているんです。そうできればありがたいですね。モンドノショウは抱えている包みを持ち直した。今度伺ったとき、父さんに話してみます。きっと厄介払いができるとお喜びになることでしょう。ではまたお目にかかりますと、モンドノショウは 脇を見たまま会釈をし、向き直ってそこを去った。お大事に、お体に気をつけてね、と、後ろから母の呼びかける声がし、それを聞いてモンド章ショウは、ひやっと肌寒さを感じた。母からそんな風に呼びかけられるのは、少年時代から嫌いであった。 いつも耳を塞ぎたくなるような気持ちだったが今でも同じだということを現実に感じやりきれない気持ちで彼は急ぎ足に道を戻った屋敷へ帰って着替えをしていると奥の方からにぎやかに話したり笑ったりする声が聞こえてきたまた客かと聞くと杉本大作がご婦人方が2人見えて 今、呉服や小道具をお求めになっているところです」と答えた「柳田の奥様」と杉本は言った「山内のお嬢様です」「モンドノは振り向いた」「求めているというのはどういうことだ」「牡丹屋と越後屋の店の者が品物を持参してきているのです」 それをここで、とモンドノショは杉本の顔を見つめて聞いた。この家で買うというのか。初めてではございません。ご存知なかったのですか。杉本はモンドノショの脱いだものを片付けながら、例のムッとした口ぶりで言った。もっともこのお屋敷だけでなく、順繰りに。 それぞれのお屋敷へ品を取り寄せ、皆様方でご品評の上、お求めになるのだと伺いました。この家では行くたびくらいあった。三回だと覚えております。客が帰ったら知らせてくれ。杉本は承知したと答えた。七の二。門戸の章が 南客の前へ入っていくとかなり強い香料の残り香が,が今まで女客のいたことを証明するようににっていた鶴は次女の吉野に手伝わせてそこに取り広げた反物や小道具類を自分の居間の方へ運ぼうとしているところであったモンドノショは我知らず「ちょっと待て!」と荒い声を出した 座敷の中にこもった濃厚な香料の匂いや、畳の上へ広げられた華やかで豪奢な帯や反物類の色彩が目についたとき、今別れてきたばかりの母の痩せやつれ、惨めに年老いた姿が連想されて、衝動的な怒りにとらわれたのである。鶴は反物を巻いていた。鮭の皮のような地色に、 赤や緑や茶色で縫い取りのあるいかにも高価らしい派手な柄の品であったその巻きかけた反物を膝の上に置き鶴は冷ややかな目でモンドノショを見上げた「話すことがある」と言って彼は次女に目を向けた「お前は座を外してくれ」「いいのよ」と鶴が次女に言った いいからここにおいで。座を外せ。とモンドノショウが言った。吉野は会釈し,して次の前へ去り、襖を閉めた。<laughs> ここは私用の客間です。と鶴は怒るというよりも適意のある口ぶりで言った。<laughs> 挨拶なしに入っていらっしゃるのもぶしつけですし、私の召使いを。<laughs> ここは私の家だ。 と、モンドノショウは妻の言葉を遮って言った。この家にいる召使いは私の召使いでもある。これはよく覚えておくがいい。吉野は私が山根から連れてきた人間です。はじめに実家へ返せと言ったはずだ。それを返さなければこの家の召使いだ。そう言ってから彼は妻の脇に座り、 そこに取り広げてある品々へ手を振った。これはどうしたのだ買い求めたものです。大銀はどれほどだ存じません。と鶴は答えた。品物を買って大銀を知らないというのか。返事は申し上げました。鶴の表情に変化が現れた。 挑みかかり、冷笑するような顔つきの中にネズミを捕らえた若いメス猫の得意そうな興奮の色がひらめくように見えた私は初めにモンドノショは懸命に怒りを抑えながら言った「火炉区が220石であることしかもこれだけの屋敷と三浦家の格式と 少なくない菓子飯使いを賄ってゆくのだから、それにふさわしい生計を立ててくれるようにと言った。私もそういう生活には慣れていないと申し上げました。慣れていなかったら慣れることだ。実家でどんなに贅沢に育ったかは知らないが、三浦へ貸してきた以上、三浦の家風になれなければなるまい。 それよりもあなたが、鶴はゆっくりと言った。この私に慣れてくださる方が早いのではありませんかモンドノショはどぎを抜かれた。何か言おうとして口を開いたが、すぐには言葉が出てこなかった。早いとは、と彼はどもった。何が早いというのだ 家計は吉野が見ています。あれは几帳面な性分で、月々の支払いも、入銀もきちんと帳面につけているようです。鶴は話をそらした。ご不審なら、その帳面を調べてください。私は、この家の生活に慣れないかもしれませんが、家計には一問も手をつけてはいませんから、 では、これらの品物の代金は誰が払う存じません。鶴は、我、ま、関せずといった口ぶりで答えて。米の値段も知らないと、いつぞや申し上げました。私は小さい自分から欲しいものがあれば手に入れました。その代価がどれほどか、誰が支払いをするのか、 などということは考えてもみませんでしたし、今でも考えてみようとは思いません。そして、家計にも関わりがないのですから、あなたの心配なさることはないと思います。バカなことを言う。モンドノショは心を静めて、なだめるように言って。実家にいた頃はそれでもよかろうが、鶴は今、三浦家の主婦だ。 家計にも手をつけず、誰が代金を払うかも知らずに、欲しいからというだけで、こんな高価な品々を買い求め、しかも心配はいらないということがあるか。もう一度言うが、鶴は三浦家の主婦なんだぞ。私の知っている限りでは、武家の家庭はどこでも奥と表とはっきり区別がついています。と鶴は言い返した。 表は主人をはじめ男子、歌手たちがご奉公のため力を尽くし、奥は主婦や娘たちに取り締まりが任されています。家の主人が奥へ来て、買い物のことにまで口出しをするなどとは聞いたこともございません。モンド将が何か言おうとする先手を打って、鶴はなお続けた。もしもしあなたが、 私をこの家の主婦と認めていらっしゃるなら、どうぞ表と奥の区別も認めてください。三浦は名門のうちに入る家柄で、平侍の長屋暮らしとは違うのですから、平手でピシッと頬を打つような調子だった。門戸の将は自分の頬でピシッという音と痛み、 ピシッという音と痛みを感じたようにさえ思った。わかった。その意見は聞いておこう。と彼は穏やかに言った。今日はこれ以上何も言うまい。ただ一つ、名門の三浦がなぜ絶景したかということを考えてみるんだな。そして彼は立ち上がり、その座敷から出て行った。 彼は怒ってはいなかった。鶴の言ったことにも一意はある。侍たる者が妻の買い物に文句をつける。などということはだらしがない。妻のすることはよかれあしかれ夫の責任だ。夫がまさしく夫の責任を果たしていれば、妻もまた自分の責任を守るだろう。鶴は今、 俺に反抗している。俺に逆らい、俺を怒らせようとして長老している。平侍の長屋暮らしとは違うというのは、俺が勝ち組のせがれだということを当てつけた言葉だし。俺には最も痛いところだと考えたからに相違ない、と彼は思った。いつか寺町の近くで、馬の上から、 俺に無を拾えと言った。居間へ戻り、机の前に座りながら、門戸の章シつぶは呟いた。そして身分は平侍だろうとも言った。あの時は尺に触ったが、今は違う。俺が勝ち組のせがれだったことは紛れもない事実であり、知らないものはないだろう。鶴が、 実家の山根を鼻にかけるのも少子だが、平侍のせがれだったと言われて、もしも俺が怒るとしたら、もっとお笑い草だ。とんでもない、俺が怒るものか。だがよく怒らなかった。でかしたぞ小三郎。彼は心の中でそう思いながら、一人でそっと微笑した。もちろんそれで済むことではない。 家計には手をつけず、あんな高価なものをどうして買うことができるのか。代金はどのように支払われているのか。それだけははっきりさせなければならない。まず越後屋に当たってみよう。と門戸の将は見当をつけた。中三日ほど置いて、夕食の後、彼は安倍の家へ行った。 もう暗くなっていて、カムリ町の武家屋敷に挟まれた道は往来する人も少なかった。山内邸の前を通り、滝沢邸の前を通り抜けて行くと、向こうから三人連れの若侍が来かかり、一人が門戸のノを認めて、連れの二人に何か囁くと、急に立ち止まった。こちらは何も気がつかず、 そのまま通り過ぎようとした。すると三人の中から、高慢な面だな、と誰かの言うのが聞こえた。俺のことだな、と思ったが聞き流して、彼はそのまま歩き続けた。後ろでまた、八つがれは名門三浦の婿でおじゃる、という声がし、三人で笑うのが聞こえた。 虚しい笑い声だな。歩きながらモンドノショウは呟いた。悲しい人たちだ。